今年10月に大規模な山火事の被害が、他アメリカ、カリフォルニア州で再び山、ことが発生し、これまでにおよそ2万70,000人が避難しています。カリフォルニア州ロサンゼルス近郊にあるベンチラで日夜、山火事が発生しまった。地元、さによりますと、この山火事、アパート、